男女で日本語ね。今サンジョレインにいます。今からフォンダリーっていうレストランに食べに行きます。今シャックしているので、レストランに着きました。今レストランの中にいます。ちょっと高級という感じがですね。使うのはちっちゃいスプーンと、あとフォークとナイフですね。こっちはナイフと同じです。メニューはここにあります。塩もありますね。あとこれ大人用のやつだから普通のコップじゃなくて高級ですね。あとここにもなんかソファーがあります。ソファーじゃなくてクッションです。クッションがあります。こっち、これカイトの、畑カイトだけクッションがありません。そうです。ひどいですね。はい。これはオリーブという食べ物です。スペイン料理のオリーブで、日本でも大体あると思うんですけど。いや、ない。あるけど。3年前、何人だ幼稚園の時、スクールに行った時に来たって、ハリポテの女の子から、ハリポテ、ね、ハリポテって何？ね、何？手舐めてやる。ハリポテって何？はい、今綺麗な細い道にいますね。可愛いですね、可愛い。こういう変なやつを見つけました。こういう細くて。今、レストランで終わったと思うんです。美味しかったですよ。うん、すみません、デザートも食べたけど映していませんでした。あと2億回でケーキが5個もらえる。